丸山古墳は、和歌山県木の川市岸川町上野山にある古墳。形状は円墳。和歌山県指定史跡に指定されている。墳町の組合式石棺手前に縄掛け突起、右上に複室。和歌山県北西部、岸川左岸の断球先端部に築造された、単独の大型円墳である。1933年の開墾の際に副葬品が出土している。 墳形は円形で東西約42メートル、南北約41.5メートル、高さ約6.3メートルを測る。墳景表面では埴輪が認められるほか、墳景周囲には集合が巡ると見られる。主体部の埋葬施設は墳町中央部における組合式石棺である。緑泥変岩の遺体子による石棺で、長さは約2メートル、幅は 約0.88メートル、約0.77メートルを測る。外石は1枚石で、長さ約2.8メートル、幅約1.05から1.25メートルで、生誕中央部に縄掛け突起を付し、床面は遺体紙2枚による。石棺南側には腹質を伴い、同じく遺体紙によって構築される。石棺内からの出土品としては、人骨の他弾き片、壁玉製、 小玉、まが玉が、副質からの出土品としては、自家刀、炭鉱、鉄鉢、鉄板、トース、ガラス製、小玉、壁玉製まが玉、琴字型石製品などがあり、鉄製品をはじめとする豊富な副装品を伴う点で注目される。築造時期は、古墳時代中期の5世紀代と推定される。古墳域は1969年に、和歌山県指定史跡に指定されている。 ありがとうございます。